アメリカ消費者専門雑誌コンシューマーリポートが110万人の意見をもとに選んだ2014年版自動車ブランド評価が発表されました。朝鮮日報の記事からです。ヒュンダイ自動車16位、品質低下に懸念の声、自動車ブランド評価。ヒュンダイ自動車は25日、2014年自動車ブランド評価で順位が23ブランド中で16位に転落したと発表した。ヒュンダイ自動車の順位は2012年の11位から昨年は14位に低下しており、2年連続の後退となった。昨年11位でヒュンダイ自動車を上回ったキア自動車も15位に順位を落とした。自動車業界ではヒュンダイ自動車の品質に対する懸念が高まっている。アメリカ市場調査会社J.D. パワーが今月初めに発表した耐久品質調査の結果で、ヒュンダイ自動車は31社のうち下位圏の27位にとどまった。2010年の10位、昨年の22位に比べさらに順位を下げた格好だ。これは知らなかったな。ヒュンダイ自動車ってキア自動車よりも評価が低いメーカーだったのですね。まあ言われてみれば納得の結果です。それでは2014年自動車ブランド評価を発表します。1位はレクサス、おめでとう。2位はアキュラ、3位はアウディ、それ以下はスバル、トヨタ、マツダ、ホンダ、インフィニティと続きます。つまり上位8位のうち7メーカーが日本車なのです。ジャパンクオリティは信頼の証です。さて話題のオリジナルクオリティの証はどうでしょうか。2012年は11位、2013年は14位、2014年は16位、2015年予想は19位、2016年予想は23位、そして消滅だよね。燃費捏造で世界を驚愕させ、新車の雨漏りで世界を笑わせ、開かないエアバッグで世界を驚かせ、走行中に作動するエアバッグで世界を失笑させ、その他数々の慢性クオリティ、その証が今回のブランド評価の結果なのでしょう。それにしてもキア自動車にも劣るヒュンダイ自動車ってもう終わっているでしょう。しかし赤字販売商法が得意な国なので、まだまだ絶滅危惧者になるのは先なのかもしれません。復活する日本、衰退する韓国、世界は正しい評価をしているのです。日本の皆さん、自信を持ちましょう。日本のおもてなしの心があれば、韓国の反の心に負けることなどないのです。復活する日本、油断せずに日本の心を世界に届けましょう。それではまたお会いしましょう。